ディズニー&ピクサーの最新作マイエレメントの新予告編が解禁。予告編では各エレメントの都市で暮らす姿が見られますが、例えば風のエレメントは車に飛ばされたり、土のエレメントはお互いの実を食べたり、水のエレメントはスポンジに自然と体が吸い込まれてしまったり、火のエレメントはバーベキューコンロのベビーカーに乗った赤ちゃんにミルクではなく可燃性のオイルを飲ませたり、各エレメントたちの化学反応が印象深いです。ズートピアやリメンバーミーのように想像力を刺激するもしもの世界をうまく描きました。劇場で見れるのが楽しみ。8月4日公開予定です。映画ニュース。